ダム希望の光。ミオリネさんとエアリアル、もうすぐ戻ってくるんです。ああ、それで頑張ります。シャディクさんが特例で延期にしてくれたんですから。だから任せたって言ったの。頼んだわよ。おい、やった。シュチュ先輩、てめえどこで未熟さぶっこいてんだ。その不足を補う技術が。マルタ、予算表の数字間違ってるぞ。接続確認、ユニットのロック解除するぞ。平気。はい、じゃあ始めよっか。階段ゾーンクリア。永久基準テストクリアね。でもガンドの使用が認可されれば。ミオリネさんは前からやります。スレッタ、撮影場所の許可取ってくれた。冗談を言って笑わせる。ニカさん、キーホルダー、お揃い、憧れてたんです。え、ああ、喜ぶと思うよ。頑張れ花婿さん。いえ、その計画では株価下落の可能性がある。設備投資計画。はい。回収期間を検討し、このまま投資を続けろ。なんでもない。それでこれが例の船。行き先は地球じゃなくてよろしかったですか。遠慮しとく。残念、お忙しそうですものね。ああ、もうめんどくさ。よかったじゃないですか。それともガンダムがあったら困る人？当ててくれたらお教えしますよ。あなたの敵ではありませんよ。ゲーター君が時にそんな大それたことは果たせまい。御三家の誰かがホルダーなら、合計してもミオリネの持ち株は過半数になりません。しくじればグラスレーでのポジションを失うことになるぞ。 PV の撮影するだけっすよ。義足の撮影はそれなりに広くないと難しいし。なんだよスレッタ。マジ最高じゃん。行くよペトラ。グエル先輩、まだ行方不明なんです。すいません、もう少しかかります。急げよ、出航は5日後だ。ベネリットなんかあんのか。ねえ見てこいつ、なめてるよね。飛べる、踊れる、エアリアル。連絡役を通さないとは慎重なあんたらしくないな。お前さんのところのトップを殺せってのか。アーシャンにきつすぎねえかい。そっちで用意してもらいたいものがある。手配ありがとう。ねえロージー、ロージー、綺麗だなこれ。すごいですよねミオリネ先輩、インタビューにも出ちゃうなんて。向こうはサラブレッドで、こっちは雑草だよ。食べられちゃいますね。お前も遠くなる側だから。そんなことないです。ナナウラさんがいないから。ベルメリアさん。何だからね、あなたたちの授業に参加させてもらえるのは嬉しいのよ。あの時、すいません、行ってきます。行ってらっしゃい。エランさん、久しぶりだね。可愛く映ってた。なんか変わりました。変わったよ、君が変えたんだ。そのミオリネさんがいるから。ああ、名目上は結婚という形を取るかもしれない。許してくれるよ。ごめんなさい。あれは我々が欲しいのは、あのエアリアルというモビルスーツ。あなたと同じ性格の悪さですよ。なんか怖かった。ダメです。出て行ってください。スレッタ。ミオリネさん。何やってんのよあんた。請求書は会社の方に回しといて。ミオリネさんの大切。そういえばエランには会った？エランさんにデートしようって言われて。ガンダムパイロットの経験を買って雇うことにしたの。そうね。ですよね。プラントクエタまで取りに行くことになったから。
098中域エリア084の詳細観測。現在開始量が大きく誰かこのカーゴ持ってってくれる？私やります。まあねえだろ、性能より値段で選んでっからな。スレッタ先輩、レディープロスペラ、エルノラ様やで。ラジュになっています。速やかに右手を出せ、レディープロスペラ。エアリアルのネットワーク構築パターンを反映させました。ノリア、ソフィーはどこだ？ブリッジ話し合いだって。本物だよ。大丈夫か？無茶すんなよ。なに、いつも通り仕事をしてくれればいいだけですよ。いろいろ買ってきましたから、今は選んでくださいね。どうぞ。でもどうぞ。じゃあサンキュー。お前も来るか？あ、いえ、大丈夫です。私の分。食べながら喋んないでよ。俺持ってるよ。あれ？私がカズン間違えたんだから。スレッタと何かあったんでしょう。こっちが悪いみたいに言わないで。不受理となりましたが、あれは総裁のご指示ですか。いずれご息女の会社を潰しに来るかと。長男のグエル・ジェタークはまだ見つかってないそうだな。奪われた側に力がなかっただけだ。だったら奪ってやる。デリングの護衛に発信機を取り付けた。容姿は大変だな。ムカつくな。サビーナ、フォルドの夜明けに合図を送ってくれ。プリンスからゴーサインが来た。始めるぞ。ほら、6対1でこんなに。いつまでこんな動画見てるわけ。会いたいな。会えるかな。あのお腹じゃシートに収まんないでしょう。申し訳ありませんでした。プラント宙域巡回艦隊の？どこ行ったのよあいつ。先輩、スレッタたちのおかげです。自慢の娘よ。うん、こっちも今ベルが来たとこ。あのね、私怖くて。それ勘違いだった。本当は何にも任されてなくて。みんなにそう言われたの？そうじゃないけど、今は怖いの。 C ブロックの78ハンガー。行く、すぐ行く。